夏日です。開けてください。お父様は落ち着きたまえ。今南條先生が見ている。南條先生、お父様は。大往生だ。金蔵さんも心残りはなかっただろう。奥様、どうかしっかり。お父様、こんな突然だって。同じ死ぬならせめて寝込んで1年後に死亡とか、もう少し然るべき準備の猶予期間を設けてから死んでほしかったのね。それは逆だ。最後の瞬間までお元気だったことを喜ぶべきです。建前上はそうなるがね。手続き等は私と源次さんでやろう。クラウスさんはまずは親戚の方々に連絡した方がいいでしょうな。私と南條先生にお任せを。旦那様は
まずは奥様とご相談いただくのが良いかと思います。これからはあなたが栄光ある後宮家の当主です。お父様の後を立派に継いだことを内外に示しましょう。この夏日、あなたの妻として棺を並べる日までお仕えする覚悟です。どうかしっかりお父様の残したものを食い荒らそうと目論む輩が大勢いるのですよ。私たちはお父様の名誉と財産を守るために戦わなければなります。それが後宮家当主の最初の仕事ですよ。分かってる、分かっていると思う。南條先生と源氏はお役所や葬儀業者への手配をお願いします。特に源氏、お父様の葬儀にふさわしいものとなるよう特に手配を頼みますよ。かしこまりました。それから南條先生、お父様は病院でお亡くなりになったわけではないので、場合によっては解剖が入るかもしれませんな。なんとかなりませんか。亡くなったとはいえお父様の大切なお体です。傷をつけるなど耐えられることではありません。気持ちはわかる。だがそういうところをきっちりすることも大切だ。それにそのこう言ってはなんだが、難しい親族の方々が多いんじゃないかね。わかりました。必要最小限にお願いします。間違ってもお父様の威厳が損なわれるようなお姿にしないように。それは大丈夫だ、安心しなさい。とにかく金蔵さんのことはわしらに任せて、夏日さんはクラウスさんのそばにいてあげなさい。これからが大変なんだから。わかっています。あなたもどうかしっかり。親族への連絡は私がします。今だけは休まれてください。これから忙しくなります。今できることを始めましょう。夫はきっとお父様と二人きりで話したいこともあると思います。私たちは一度ここを退出しましょう。そうでございますね。その時間はきっと今しか取れないでしょうから。私はジェシカにも話してきます。今やあの子が次期当主です。それにふさわしい自覚を持つようによく言い聞かせなくては。待て、はい、待て、はい、
お前たちは下へ。私は夫といます。何かあったらここに電話するように。かしこまりました。だから待てと言っている。どうしました、あなた。私は何か失礼なことを口にしてしまいましたか。だったらお許しを。いや、違う。そうじゃない。そうじゃない。少し待て。時間をくれ。ええ、わかっています。心を整理するためにも必要です。私たちはその時間をあなたにあげようと、ここから静かに出ていくだけですよ。だからそれを待てというのだ。いいか。誰もその場から動くな。一歩たりともだ。疲れたなら、椅子にでもソファーにでも好きに座ればいい。だから何も喋らずに静かに黙って、何もせずにいろ。あなたがお命じになれば、夏日はいくらでも待ちます。とどまります。ですからどうか、お気を沈められてください。違う。そうではないのだ。そうではないのだ。夏日、こっち。はい、あなた、何事ですか？親父に死なれては、まずいのだ。しかし、もうお亡くなりになりました。そういうわけには参りません。そうじゃない。今は、まずいんだ。どういうことですか？親父の財産を担保にしている。相続問題になれば隠しを押せない。担保ですか？いかほど？メロディーランドの時、近藤君を応援したことがあっただろう。あの方とは縁を切れと申し上げたじゃありませんか。私には断ったと言ったはず。どうして？男の義理というものがある。断れなかった。お金に余裕があるならいざ知れず、この島のリゾート計画でかなりの借金をされたのではありませんでしたか？ああ、下さん。方々で恩人に世話になったのだ。それらを返済するためにも座しているわけにはいかない。返済するためには金がいる。金を生むためには金がいる。金がなければ始まらない。この島の計画だって、企画会社がおかしなことにならなければ順調だったのだ。都の役人とも連携は取れていた。東京都の新しい観光スポットになると知事の太鼓判ももらえていた。私の根回しは完璧だったのだ。たまたま巡り合わせとタイミングが悪かった。ちょっとした運のすれ違い、事故みたいなものだった。あれは事故なんかではありません。詐欺です。あなたは騙されたのです。初めから彼らはこの島のリゾート計画など描けていなかったのです。そんなことはないぞ。土方君のビジョンは先見性にあふれていた。世界と未来に目を向けた広大な視野は、私が夢だと信じていたものなど猫の額ほどの広さしかないことを教えてくれた。夢が広がる。世界に、未来に。夏日も一緒に聞いていただろう。ええ、聞いていました。そしてお帰りになられた後に申し上げたはずです。あの方はうさんくさい。語るのは未来ばかりで、地に足がついていない。これ以上お付き合いしてはならないと。土方君は立派な好青年だ。
彼の生き様からは学ぶことも多いぞ。彼は若いが尊敬できる。彼のことを侮辱することは許さんぞ。先見性がある、未来がある、夢があると連呼され、その挙句はいかがでしたか。荒唐無稽な話だったとあなた自らがお認めになったではありませんか。私はあの NASA の高官とか名乗るおかしな男が現れた頃からこれは絶対におかしいと確信しておりました。あの件については私も曽根崎氏も被害者だ。彼の先見性は今をもって間違っていない。将来必ず世界の大富豪が宇宙旅行をたしなむ時代が訪れる。そしてその最初の事業は民間一社によって独占されるだろう。着眼点は間違っていない。それを利用して世界中の投資家を騙している国際的な詐欺集団がいて、曽根崎という男もその一味だったと申し上げているのです。あなたはどこまでお人よしなのですか。どうしていつもうさんくさい話を疑いもせずに乗ってしまうのですか。訂正しろ。曽根崎氏は優秀な未来ある男だ。うさんくさくなどない。彼の語る夢は未来を先取りしているからこそ、それが見える者には妄想にしか見えんだけだ。女のお前には未来など見えん。ええ、女の私には未来など見えません。でも現在なら見えます。私の目の前で狡猾な二枚舌の詐欺師たちに丸め込まれ、騙されてなお盲信している哀れな夫の姿なら見ることができます。ねえ、黙れ。お前には金も事業も経済も何も分からん。夫の仕事に口は出すな。妻は家事だけをしてればいい。お前は黙っていろ。権利書と委任状を預けた。それはどういう意味ですか。